こんばんは。今日はですね、ちょっとこちらからちょっとお届けしたいと思うんですけど、お風呂場ではないですね。お風呂場ではない。ここはキッチンなんですけど、まあ今日の鈴木強化計画はまあ料理を作るわけではないんですけど、ちょっと包丁を使うんで、ちょっと立ってやります。田辺っちさん、炎上さん、あーちゃん、安兵衛さん、ありがとうございます。こんばんは。これね、結構バランスと難しいんだよね。これ倒れるかも。倒れたら結構放送事故になるんで、ちょっとここで倒れたらここで倒れたら多分めちゃめちゃ放送事故になるので、こんばんは。ということで、まあもうちょっとしたらしようかな。昨日勧められた映画見たよ、泣いた。だってうわー、でしょ泣いたでしょ。私も昨日ずっと見てたんですけど、23時半ぐらいまで私も泣きました。3回目だけど見たの。皆さん見ました？泣いた？目から汗で、いやでしょ？ほら言った通りだわ。私がやっぱ泣いたよね。うるうるしました。なるほど、やっぱそうなんですよ。泣かなかった。本当ですか？ちょっとそれ泣かないとかあるの？こんばんは。泣かないとかある？ちょっと。こんばんは。じゃあもうそろそろやろうかな。まあじゃあ先に言うとね、じゃあ先に今日のゲームというか今日の内容を説明しますと、今日はこちら、じゃん、リンゴの皮むき大会をしたいと思います。なんでみんな分かったの？リンゴって。このリンゴを皮をつなげたまま最後まで切れるかっていうリンゴの皮むき大会を今日はしたいと思います。私初めてするんだけど初めてこのリンゴの丸々皮むきするんですけど、これ難しいの？どうなんですか？長さ、いや長さっていうか、途切れずに最後まで
リンゴの皮を剥き切るかみたいなやつを今日はしたいと思います。難しい？マジですか？あの、そのリンゴの皮剥きをしたことないっていうのは、この丸々1個はしたことないっていう、あの切ってからしたことはあるんですけど、丸々1個っていうのがしたことなくて、どんなもんなのかっていう、難しそうだなって思いながら、もうちょっとリンゴの皮むき、救急車呼んでおくわ、やばい。いや、ちょっと皆さん、あの、私のこと舐めてますか？私のことそんなに舐めないで。そうなんですよ、なんか普段その一つをこう剥くことってないじゃないですか、丸々一個だからさ、初めてですね。なんかさ、リンゴってこんなになんかペトペトしてるんだね。リンゴはあんまり食べないからな、知らなかったけど。こんばんは。指がリンゴ色になりました。そりゃホラーだね。え、リンゴってワックスが塗ってあるの？どういうこと？え、ワックスって何ですか？見栄えが良くなるの、もしかして？すごっ。じゃあワックス塗ってないリンゴはあんまりツヤがないっていうことなんですか？でも確かにこう見たらなんかテカテカしてる。ツヤ出し、俺のおでこと一緒や。違うよ、一緒じゃないよ。なんでそんな皆さん知ってるんですか、すごいね。なんか手がちょっとペトペトなってる。ナッカーさん、エンヒロさん、ミクナオさん、ガワさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとやろっかな。コウゼさん、はじめまして、ありがとうございます。今からじゃあこちらのリンゴちゃんの皮を剥いでいきたいと思います。なんかいろいろ考えたな、これどうしようかなって。あの、時間を決め制限するか、でも時間制限したらちょっと危ないなって思ったから、包丁使うし、だからちょっと今回は時間制限はせずに最後まで切れるかっていうことにしました。なんかもうちょっとこれ上げたいな。あ、ここまでしか上がんないんだ。
リンゴ何個あるの？リンゴこれだけです。1個しかない、1個しかないからちょっと本当に一発勝負なんですけど、そうだから、じゃあ行きますよ、行きますよ。これどの辺から向いたらいいんだろう。どこからが全部になるんだろう。これどこからが全部になります。結構、じゃあ結構上から、じゃあここのこの辺から行きます。あー結構、まだ大丈夫まだ大丈夫、まだこれ切れ、まだ大丈夫。え難しい、今ちょっとこの下手にあの包丁が引っかかってて、これ結構やばいかもしれないですね。えこれ一回包丁取ってもいいよね。これちょっと包丁のあのポジション変えたい。あでもいけるか、ちょっと一回取っていいですか。これ一回取る、危ない危ない、ここあともうあの 0.5 ミリぐらいでこれ切れちゃうとこだった。手が痛い、ちょっと これはどういくかですね。包丁が大きいな。なんか呼吸が苦しい、なんか息止まってた、ずっと息止めてた、なんかすごい心臓が今ドキドキ言ってるんですけど、難しいこれ。あでもこうやった時ブチって切れ、あでもそうだな、ちょっとかけとこう。一瞬の出来事すぎて
シーン。切れちゃいました。ちゃんちゃん。一瞬で来るんだこれって。びっくりした。今絶対いけると思ったのに急に来ました。悲しい。でもこれ結構いけたよね。これほら、あとちょっとだったのに。いや、なんかさってなった。さってなって切れた。あっけない、悲しい。なるほど。でも初めての割にさ、結構できたと思いません？思ったよりできてたでしょ。ほら、ちょっとせっかくだから最後までちょっとやりますか。でもさ、難しいこれ。なんか包丁がちっちゃいやつの方がいいのかもしれない、もしかしたら。これ包丁がめっちゃ大きいから。手が痛くなってきた、右手。包丁持ってる手が痛くなってきた。なんかかわいい、かわいい。なんあのリンゴの置物みたい、かわいい。あ、落ちちゃった。リンゴの置物みたいです。私さ、こんなリンゴ初めて見た。こんな丸々この色のリンゴ、すごいなんかレアなものを見てる気分。あともう少しです。よし、 OK かな。すごい。どうです。ちょっとどうです。スクショ。この初めての人は上手でしょ。可愛くない。あ、そうですよ、リンゴパン。リンゴパン。リンゴ。わーい。
ということで、ということでね、今日のゲームは失敗なんですけど、あのね、今日やること実はあって、あの強化すること、あのなるべく今日は成功したかったことなんですけど、ちょっとね、私はちょっとこれは、このりんごちゃんはちょっと冷凍しようかなってちょっと思う。ちょっと今あの食事制限中なので、私はこのりんごちゃんは冷凍します。でね、今日やることなんですけど、実はあの、まあちょっと、じゃあ持ってくる、持ってきます、ちょっと待って、ですね、本日の続き強化計画、まあそうですね、今日やることは昆虫食を食べよう本日は昆虫食をあのいただきたいと思います。そうだ、今日なるべくできるならば成功したかったんですけどまさかの失敗しちゃったっていう、ちょっと衝撃的なことが起きちゃったんですけど、これ昆虫食なんですよ。あのこれ実はまだ中身見てなくて、どんなものなのかも分かんないんだけど、そう、いや罰ゲームではないですね、なんか私は罰ゲームじゃなくて普通に、てかこのリンゴちょっと切ろっかな、あの強化する目的だから罰ゲームではないんですけど、ちょっとなんか今、そう、SDGs に貢献になるじゃないですか。そうなの。あの、結構目的としては、強化もそうなんですけど、これは SDGs になるんじゃないかって。でさ、なんか今、世界的に昆虫食って注目されてるじゃないですか。っていう話を聞いたことがあるから、だからあ、いいんじゃないかっていう、その強化計画に自分そう、なんて言うんだろうな、やっぱ結構昆虫をさ食べる機会ってなかなかないじゃないですか。なんかアイドルのさ、皆さんが昆虫を食べているところを見たことあるんですけど、番組とかで、なんかそういうのとか見てても、もしかしたらいつか食べる機会があるかもしれないし、まあそれは分かんないけど、それに対しての強化にもなるかもしれないし、さらにあの SDGs にもなるよっていう、あの一石二鳥みたいな感じになるんじゃないかっていう私の思いが
こもっています。あ、そう、あと食レポ強化これどんな味なんだろうって気になって、私さめっちゃ虫苦手じゃないですか。だからさ、もちろん初めて食べるんですけど、でもなんて言うんだろう、もう私が昆虫を食べる機会なんて、なんか気になってはいたの、いつも気になってはいたんですよ、昆虫食っていうものに対して。でも自分からは食べないじゃないですか。だからちょっとこれを機会にちょっと挑戦してみようって思って、私は昆虫食。挑戦してみたいと思います。いや、すごくない？昆虫食食べたことあります？昆虫食、皆さん。私がこれ買ったやつは、あのコオロギとワームだから多分幼虫。ちょっと挑戦してみますよ、私は。皆さん、いやでも、あのまず、あのどういうものかっていうのを、まちょっと本当に早く中身見たい。でもちょっとこれは動画で撮るんで、後で、今はちょっと見せられないけど、カイコ焼いて食べた。で、丸いやつか。イナゴの佃煮ってあれですよね、なんか細長いやつですよね。いやでもこれグミとかそういうのじゃない、これ多分ね、揚げてるやつだから、あの多分あれスナック菓子みたいな感じだと思うんですよ。そのままを揚げてるやつだから、多分グミみたいな、なんかこうブヨブヨしてる感じではないと思う。だからなんだろう、柔らかいよりかは食べやすい気がする。でもわかんない、私さ見た目に圧倒されてしまうかもしれない。なもんだろう急に怖くなってきた急に怖くなってきた、急に怖くなってきたけど、どうしよう。でも私はもうこの鈴木強化計画でもう頑張ると決めたから、もう決めたからにはもうちょっと食べますから。あのしかもツイッターのさ動画って2分ぐらいしか載せられないから、あのもう怖がってもうずっと食べないわけにはいかないんですよ、時間が決まってるからだからちょっと私はその
なるべく2分の間に食べたいね。あ、今リンゴは冷凍するために切ってます。かな、いやもう私ね何テイクとか決めないから、本当にもうだってこれ開けるところからするから、もう1回だけ、本当に1回だけ、ファーストテイクでいきますよ。あ、部屋の張り紙、部屋の張り紙毎日見てますよ毎日見てますよ。めちゃめちゃだって見えるところに貼ってるから、だからそれを見て頑張ります。昆虫食の昆虫食のファーストテイクってなんやねん。確かに昆虫食のファーストテイクします。後で姉ちゃんも食べたから大丈夫。え、昆虫食？姉ちゃん食べてたの？だから姉ちゃん大丈夫かな。今あれコロナになっちゃって大丈夫かな。昆虫食、食べたの？りねちゃん。りねちゃんリスペクトだと思って、いや全然そういうわけじゃない、知らなかった、りねちゃん食べたって。これなんで、なんか私これね、あれなの、これドンキに売ってたんですよ、この昆虫食で。ちょっと気になって、昆虫食が売って、しかもめっちゃいろんな種類あったんですよ、めっちゃいろんな種類あって、で気になって、その場所から動けなくなってしまってすごい興味深かったんですよ。でちょっとこれ買ってみようって思って、買ったんですよ。だからちょっとそれを今日食べる時がやってきました。昆虫食ファーストテイクだから無理無理無理とかって言ってられないっていう。こんばんは。あ、これね、なんかね結構入ってるんですよ。しかもこれ結構入ってるのよ。あ、ちょっと、あ、余ったらメンバーにお酒、あ、確かに。確かにね。じゃあそうしよう。なんか誰かに、ありがとう、みくなおさん、キッチンさん、ありがとうございます。
じゃあ私は結構きついと思うよとかちょっと言わないでよ。言わないでよ。でもさ、味ちょっと気になるよね、皆さんもどんな味なのかっていう。ちなみにこれなんか3つ入ってるの、これ3つ入ってるんでちょっと2つ食べたいなって思うんだけど、コオロギとこれコオロギとコオロギとこっち？こっちの方がいいかな。すでに呼吸困難になりそう。でも今のうちにちょっと呼吸困難になっといて、後から落ち着ける方がいいかなってちょっと思うから、このサゴワームってやつ、なんかなにこれ。こっちはなんか大体わかるんだけど、見たことあるから、これも幼虫なんだよね、きっと。何の幼虫なんだろう、これ。わかんないけど、ポテチのよう。なあ、カブトムシ。ミミズ？ミミズ？ミミズの幼虫ってこんなに大きいの？大きいのかもう分かんないけど、ちょっと。今喉の脈がなんかすごい、喉の脈がドクドクやって。大丈夫か、私ちょっとこの調子で大丈夫か。はよ食えだって。ここでは食べません、後で食べるから。後で動画回すんで、それをツイッターに載せるんで、ツイッターで見てください。じゃあさ、なんか今コメントで見てる限りはなんか頑張れみたいな、なんかちょっと大丈夫そうとか、攻めすぎたらあかんよとか、失神の危険とか、そういうなんかちょっとマイナスっぽいコメントが多いんですけど、なんかもうちょっと頑張れそうなコメントもらってもいいですか。なんか頑張れそうっていうか、心配いらない余計の、こんなの大丈夫だよみたいな、意外と美味しいって聞く。まあそうだよね、なんか私もなんか昆虫食食べてさ、なんかうわえみたいな感じの反応の人ってあんま見たことないなって。思うから、小指のサラダと同じ。あー、確かに確かに、タンパク質の塊、確かに。タン
パク質 6.1 ってどうですか？ちょっと分かんない。見た目気にしなければ、まあ確かにね、確かにそれはそうだ。見た目じゃないしっていう。確かに。そうなんだ。なんかこれから昆虫食はまあなんか今世界的にもすごく注目されてて、未来では昆虫食が食べられているみたい、食べられているみたいなことを聞いたことがあるので、それの先取りって思っとけばいいか。私はそれを先取りした女だぜ、イエーイみたいな感じで思っとけばいいか。私は時代の最先、確かに時代の 最先端を言ってるんだぜみたいな感じで思っとけばいいですかね。じゃあそうしよう。じゃあ見て、蛇みたい。私が第一人者、いやでもこの商品がさ売ってる時点でさ第一人者ではないんですけど、あでもダメだ、そんなマイナスなことを言っちゃダメだ、そんなことを言ってはダメだ。じゃあ私は皆さんからのそのお言葉をお借りしまして、今からじゃあ食べたいと思います。よし、じゃあ終わろうかな。ちょっと早いけど、根性だ。13位ヒルマンさん、ありがとうございます。12位リュウキケンさん、ありがとうございます。11位田辺さん、ありがとうございます。10位ウニさん、ありがとうございます。9位キルスさん、ありがとうございます。8位グレートマンさん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位ドグラスさん、ありがとうございます。5位ミクナオさん、ありがとうございます。4位マキマキさん、ありがとうございます。3位トムさん、ありがとうございます。2位タナベッチさん、ありがとうございます。1位はジャガ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 ジャン、ヤスベさんです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ私は今から動画を撮りますよ。あ、そう、明日は岡山で公演がありますので、チケットも多分まだ受付してると思うので、来れる方がいたら、3時からと6時とかからだったかな、あるのでぜひ見に来てください。明日に影響しないように、いや大丈夫、全然大丈夫だし、全然もう心配ご無用ですよ。じゃあ頑張って。